やだ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 。ちょっと男子、喧嘩はダメだよ。先生先生、こっちで男子が喧嘩してるよ。大丈夫かよ。たく、群れて一人を襲うなんて最悪な奴らだぞ。しかし、なんだってソラ君があんな連中に絡まれるようなことをするとは思えないが。オスザルの序列確認さ。男なんて猿から何も進化してない。ソラ君がまるで男の子じゃないみたいだよ。自分が男に生まれたことは後悔していない。だが来世で選べるなら絶対に二度と男には生まれたくないよ。さっきソラ君の言ったオスザルの序列確認って何？あれだろ、群れの中での階級とかなんとかってやつだろ。一部の動物には群れの中で厳密な序列を持つものがあるそうだ。誰が上か下かなんてそんなの気にしないで、みんな仲良く過ごせればいいのにね。それができないから男は所詮猿なのさ。だからさ、男ってのはクラス替えとか学校が変わるとかで環境が変わると急に不安定になる。はあ、ちょっとわかるかも。男子ってさ、最終的には打ち解けるんだけど、決まって一番最初は必ずギスギスしてるんだよね。つまり誰が誰の上か下かがはっきりしなくて不安定ってことなのか。喧嘩の強さとか頭の良さとか頼りがいとか様々な要素で序列が決まる。でもそれがはっきりしないと男同士は互いにどう接していいかわからない。男の子同士には上下のない公平な関係ってないの？人間としてかろうじて持ち合わせた理性でそれを意識しようとはしているけれど、それでもやっぱりどちらが格上か
互いに理解していないとぎこちなさは残る。ソラ君にもそういう気持ちはあるんだ。不愉快だな。男の身に生まれてしまったから自分にも多少はある。そしてそれが一番不愉快なんだ。ソラ君、原始の時代、男は狩りや戦いなど命がけの仕事を担当した。誰が強いのか、誰がリーダーなのか、それをはっきりさせて指揮系統を確立しなければ命取りになった時代の名残かもしれんな。そういうことさ。結局猿の時代からの習慣が未だに抜けない原始人なのさ、男は。ソラ君は男子が嫌いというか、自分が男の子であることが嫌いなの？好きか嫌いかで言ったら嫌いさ。でも男として生まれてしまった以上、男として生きるしかない。だから選べるなら来世では女に生まれたいよ。自分も君たちみたいに上下関係もない、表裏もない、何のしがらみもなく本当に公平で仲良しになれる女の子に生まれ変わりたいよ。ソラ君、夢見すぎ。え？それでは試練を始めよう。時間は5分。君たちの本当の姿を存分にさらけ出したまえ。これは困ったぞ、困った。落ち着いて、大丈夫だよドレミ、絶対に見捨てないからね。とにかく部屋をもっと詳しく調べてみよう。この首輪か鎖がどうにかできれば。ミナ、やめて。カリンも何を探したってどうせ何も見つかるわけはない。でもやってみなくちゃわからないもん。風花もやめて。今はとにかく時間の無駄遣いだけはやめて。じゃあ何に時間を使えばいいの？さっき私たちは散々自分の首輪を調べたでしょ。仮に工具か何かが見つかったって、ほんの5分でどうにかできるような代物じゃないってのはみんな分かってるはず。このデスゲームをこんなにも大掛かりに用意した犯人が抜け道がないか確認を怠るなんてありえない。それはそうだけど、じゃあどうすりゃいいんだよ。犯人の言いなりになれってか？率直に言うとそういうこと。わずかしかない時間は犯人が与えたゲームに費やすべき。時間を浪費してパニックの中短絡的な決断を迫られる方がよっぽど致命的。犯人が与えたゲームって、つまり。そう、死刑囚の私かピエロのカリンか、そのどちらに拷問を与えるかを決めるというゲーム。そっか、断罪者が無罪って言ったら今度はピエロが死刑囚になっちまうんだったな。犯人は瀕死の苦痛を味わわせると言った。殺すとまでは言ってなかったはず。でもそれにしたってその恐ろしい苦痛を私かカリンのどちらかに与えることを選ばなければ、全員ここで焼け死ぬ。そうだな。
だから。残り何分もないけれど、私とカリン、どちらを死刑囚にすべきか議論したいの。どちらを死刑囚にするかなんて、そんな。このままじゃ全員が死んじゃう。心苦しいだろうけど、みんな今だけはお友達ごっこを捨てて。じゃあ私から切り出すね。私はカリンが代わってくれた方がいいと思う。なんでだよ。理由はカリンが一番体が丈夫だと思うから。それは確かに。いやいや、待ってくれよ。そんな理由でたまらないよ。そうだよ、そんな理由じゃカリンちゃんがかわいそうすぎだよ。それならミナは本当に申し訳ないけど、死刑囚はこのままでいいと思う。このカードを配ったあの子は本当に無造作に私たちに配ってたもん。誰にも等しく死刑囚になる可能性はあったわけだからさ。本当に悪いとは思うけど、このままで行ってほしい。ずっとドレミは体がそんなに強くないことは知ってるでしょ。でもミナよりは強いと思うよ。お願いカリン、一生ずっとずっと恩に着るから。いや無理無理無理、ごめん、本当に無理。このままじゃ私たち全員焼け死んじゃうんだよ。カリンは普段特撮ヒーローを気取っているのに、ここ一番でどうして私を助けてくれないの？変わって、早く変わってよ。仮面剣道 V6 嵐、お友達を助けるために今こそヒーローに変身してよ。ねえ、できないの？嘘つき、嘘っぱちヒーロー。ああ恥ずかしい、情けない、嘘の大嘘、インチキの嘘っぱちのスーパーヒーローカリン。ドレミちゃんが嘘つきとか言わないでほしいよ。ドレミちゃんにカリンちゃんを追い詰める資格なんてあるものか。嘘つきドレミ、いたけなかになるんじゃない！ミナはね、ドレミちゃんのことずっとずっと大嫌いなの。あの日からドレミちゃんに許すことのできない大嘘をつかれた。あの日からずっと。すまないが、ミナに嘘をついた記憶がない。ないだろうね。逆にもしもあったなら、あんたの嘘つき舌今でも食いちぎってやりたいくらい憎らしい。ミナにそこまで恨まれる覚えが全くない。ミナこそそれだけ恨んでいたのに、よくもあれだけ私と仲良く過ごせたものだ。だって何も覚えてないんだもん。何も覚えてない人に何を言っても虚しいだけ。だから私は何も言わないことにした。でも許さない。心の中ではずっとずっとあの日の嘘を、あの日のドレミちゃんを
心底恨み続けていたんだよ。教えてくれ。私は一体お前に何の嘘をついたのか。私がミナに嘘をつくなんて考えられない。そうだよね、そうなんだよ。今にして思えばすごく不思議。ドレミちゃんはあの一回以外は私を二度と騙すことはなかった。もちろん私があれ以来ずっとあんたのことを嘘つきだから決して信じるまいと常に思い続けてきたからだけど。ミナちゃん、一体何があったの？いつの話なの？小学校の時の話だよ。そんなにも前のことなのにまだ許せないほどなのかよ。だってドレミちゃんのことが好きで好きで大好きで心の底から信頼していたからこそ許せなかったんだよ。そういえば、私も持っていたな、変身ステッキ。え？実は、私もミナと同じものを持っていたんだ。レイヤーズ5のスカーレットのステッキ。スカーレットなの？ミナのと同じだ。ミナがスカーレットのステッキだからな。スカーレットが二人いたらおかしい。だから部屋に飾っていたんだが、押し入れにしまってそれ以来忘れていたんだ。埃をかぶってるだけだからミナに譲ろう。あ、本当？ドレミちゃん！うわ、急に飛びつくなって。ごめん。思い出してくれた？レイヤーズ5のスカーレットの変身ステッキ。ドレミちゃんの遊んでなくて埃をかぶってるから来てくれたらあげるよって言ってくれたんだよね。あの日、早く放課後にならないかなってずっとずっと
に飛んで帰ってね、玄関にランドセルを放り出してかけていこうとしたら、それをお母さんに見つかっちゃって、なんてお行儀が悪いって、こんな日に限ってネチネチとお説教されちゃって。でもね、心の中はずっとウキウキだった。だってドレミちゃんが待っててくれるんだもん。ミナはね、ずっと待ってたんだよ。空が暗くなって、雨が降り出してもずっと。粒濡れになって、体が冷え切って、急に配達のおじさんに話しかけられて舌打ちされてもずっと。寒かった、辛かった、情けなかった、びしょびしょだった。それでもずっと。ならさ、え、なんで雨宿りできる場所を探さなかったわけ？え、ずぶ濡れになったことが恨みの主体なわけでしょ。なんで雨宿りできる場所を探さなかったんだ？ドレミちゃんの家、貧乏臭くて久しなんかなかったよ。なら雨がしのげる場所をどこでも探せばよかったのに、なんで雨の中をずっとポケーと突っ立ってんの？そこに立って1ミリメートルも動くなとか誰かに命令されたのか？だいたいさ、家においでって言うのに来るのが遅れてるミナが悪いんだよ。ならせめて電話を一本入れて、遅くなったけど今から行くからって連絡すればいい。そうすれば留守だって分かっただろうに。そうだね、仕方ないよ、小学生だったし。小学生でもさ、雨宿りできる場所を探そうって思いつくくらいの知能はあると思うよ。雨の中、ずぶ濡れで待たされたってのが、どうも私を恨んでることの肝みたいだけどさ、雨宿りも思いつかないあんたの頭の悪さの自業自得じゃない？てめえ、こんちくしょう！今はこんな状況だから、二人ともつい言葉が荒々しくなってしまっただけ。
犯罪者は私と風花ちゃんだったよね。ドレミちゃんとカリンちゃん、どっちを犠牲にするか決めることになると思うけど、私カリンちゃんを死刑囚にするって言うなら一切仕事しないからね。ミナ、そこまで、そこまで私が嫌いかよ。勘違い。ドレミちゃんとカリンちゃん、どちらが好きかって聞かれたら、私はカリンちゃんが大好きだよ。私がいつもいじめられてる時、いつも助けてくれたカリンちゃんが。だから安心して、カリンちゃんが犠牲になるようなことは絶対に私が許さないから。私だってドレミを犠牲にするような選択が行われるなら仕事をしないよ。え？ドレミとカリンを天秤にかけるって話なんだもん。だったら私、ミナちゃんには悪いけどドレミを助ける。風花？悪く思わないでね、カリン。あなたが嫌いだって言ってるわけじゃないよ。私はドレミの言った一番体の丈夫なカリンなら拷問に耐えられるはずだという意見に賛成なだけ。本当にそう？風花ちゃん、今すっごくカリンちゃんを見る目が冷たかったけど。気のせいだよ。私は冷静。全員でここを出られる一番の方法に賛成しているだけ。お願いよカリン、今こそ仮面剣道の出番でしょ。囚われの、人質の身代わりになってよ。大丈夫、カリンなら絶対に大丈夫だって。ドレミは体が丈夫じゃないの、知ってるでしょ。知ってて見殺しにするの？カリンちゃんをいじめるな。カリンちゃんだって女の子なんだ。ドレミちゃんは丈夫じゃないんじゃなくて運動神経がないだけ。運動神経がいいけど体の丈夫さなんてものはドレミちゃんと変わらないよ。そうだとしても私は助けるとしたらドレミを助ける。させないよ。絶対にカリンちゃんを助ける。風花ちゃんが無罪を出して仮にカリンちゃんを死刑囚にしたとしても、私は絶対に拷問レバーを引いたりなんかしない。たとえここで全員で焼け死ぬとしても。同じだよ。私だってドレミの拷問レバーを引いたりなんか絶対にしない。ふうか、無罪と言って。有罪、有罪。よくも。やっぱりバカだね、あんたは。まさかあんた、断罪者同士互角の関係だと思ってた？宣告する断罪者と拷問レバーの断罪者はさ、互角の立場じゃないんだよ。まさか、それに宣告は生きてなきゃできない。でも拷問レバーは断罪者の手でさえあれば操作できる。拷問レバー担当の断罪者は別に生きてなくても仕事はできるんだよ。よせドレミ、何を考えて
てるんだ。もちろんそんな物騒はしたくないよ。せっかく三人は生き残れるのに、一人減らすなんてもったいないもの。私はビビらないよ。元から人の心を裏切るやつだと思ってたもん。むしろやっと正体を表してくれてせいせいする。ふうか、一緒に生き残ろう。ミナは意地になって共倒れを選ぶつもりだ。つまりもう死を覚悟しているということ。死を覚悟している人間に死を与えることに何の罪悪感がある？クソ、誰が、クソ誰が、このゲロカスが。私と風花の二人がかりでミナを説得する。ミナが状況を理解してくれれば三人で生き残れる。でもそれが無理ならば、私たちが生き残るために最善を尽くす他はない。それで二人が生き残れる。風花、どうして私を嫌いなのかは知らないけど、友達を殺そうなんて平然と言えるガレミのことは本当に信用できるのかよ。見殺しにとか、どっちを犠牲にとか、そういう話じゃなくて、4人で生き残る方法をみんなで考えようよ。やっぱりお姫様はお姫様だな。こんな非常事態だったてのに、綺麗事を言い出すんだからさ。ドレミ、やめろ。風花を離せ。やめろ。地場のバカ力ってあるんだな。ゴキって感触あったよ。すごいね、カジバパワー。ふうか、ふうか、くそくそ、ちくしょう。ドレミ、よくも。ふうかちゃんはあんたをかばってくれてたのに、殺すなんて。風花が本心から私をかばってくれてたなら殺さなかったよ。でも風花はミナを殺すしかないって言ったら聞いてた。心変わりでもしてまた無罪なんて言われたら、私が拷問椅子に逆戻り。断罪者はさ、別に有利な立場なんかじゃないよ。自分も殺されかねない危険な立場だってこと認識してなくちゃダメだよ、ドレミ。これで生き残れる人間は一人か二人になったよ。そのうちの一人は私で決まってる。もう一人に加わりたいなら、ミナ協力してほしいよ。ミナ、見捨てないよ、カリンちゃん。
度は私がカリンちゃんを守るから。やあ、僕、ここは地獄だったんだな。クーちゃんはいつもここで私たちを待っててくれるね。猫の行動範囲は狭くないはずだ。なのにいつもここで会えるということはそうなのだろうな。私たちにはこんなに懐いてくれるのにな。先日の子供たちはなんだか嫌われてたよね。ちょっとかわいそうだったよ。小学生はかわいいかわいいとがっついてくるからな。それが怖がらせてしまったのかもしれん。そうかな。ちゃんとマナーを守って優しく撫でようとしてたけどな。クーちゃんはなかなか隅に置けない猫だな。小学生の男の子たちより現役女子高生の方が好きとは。お主なかなかのスケベ猫だぞ。うん、見事なニャン玉だ。もふりたい。え、なになに？クーちゃん、ミナの頭の上に登ろうとしないで。逃げたんだね、ニャン玉の危機を感じて。もう、カリンちゃんもドレミちゃんもやめてよ。クーちゃんだって恥ずかしいんだよ。猫が自分のニャン玉を見られて恥ずかしがるのか？
難しいなら、やはりこれはクーちゃんに服が必要になるのだろうな。服？いいね、きっと可愛いと思う。クーちゃんは猫用の可愛い服や帽子があったら着てみたい？猫用の仮面剣道コスチュームが出品されてたりとかしないだろうか。検索検索。いやいや、お人形さんのように可愛いふわふわの猫ドレスがいい。あれ？でもクーちゃんは男の子なんだからかっこいい系の方がいいのかな。どう？クーちゃん、可愛い系とかっこいい系どっちがいい？早速だが、クーちゃん、画像を見てくれ。こんな衣装はどうだ？ふわふわの夢いっぱいだ。私も検索したよ。こんな服はどう？クーちゃん気に入りそう？クーちゃんは全部着たいって言ってるみたいだぞ。私ね、クーちゃんはソラくんの魂の分身みたいなものじゃないかなって思ってる。魂の分身って何？ソラくんはできることなら引っ越しなんてしたくないって思ってたと思うの。だからその気持ちが魂から分かれて猫の姿になったんじゃないかなって。出た出た、風花のファンシーでファンタジーな想像。うん、だが嫌いじゃない。私も嫌いじゃない。こうしてクーちゃんと触れ合うことでこの空を伝わって、どこかで今も元気にやってるソラくんに伝わったらいいね。伝わってるよ、絶対に。風花はたまにソラ君のことについては妙に意味深な言い方をすることがあるな。そうそう、みんなも思ってたよ。風花ちゃんだけ今もずっとソラ君と縁が途切れてないって感じ。私は密かに風花は今もソラ君とのつながりが途切れてないんじゃないかって思ってるぞ。うんうん、実は引っ越すときにソラくんの携帯の番号とか聞いてそう。今も夜な夜なメッセージのやり取りとかしてそうだもんな。そんなことしてないよ、してないよ。もう本当にか？私たちに隠れて今もこっそりソラくんと遠距離恋愛してるんじゃないのか？してないしてない、してないってば。ここまで赤くなって否定するとかえって怪しいぞ。
ふうかちゃんのスマホのアドレス帳ちょっと確認させて。絶対そらくんのアドレスがあるよ。見せない見せない、プライバシーの侵害はダメ。